トフ、ペンデレツキ、広島の犠牲者に捧げる愛歌は、クシュトフ、ペンデレツキが1960年に作曲した52の弦楽器群による弦楽合奏曲。1960年にカトビチェで開催されたグジェゴシュフィテルベルク作曲家コンクールで次々点を獲得し、1961年にはインターナショナルロストラム・オブ・コンポーザーズを受賞している。 曲に記載された演奏時間はおよそ8分37秒である。もともと8分37秒という名で作られたこの曲は音響作曲法を曲頭から最後まで用いている。音響作曲法ではより自由な形式とともに厳格な単位律を生み出そうと音色、テクスチャーア,アーティキュレーション、音の強弱。 戦立進行といった曲の特徴に着目することが多い。荘厳で悲劇的な印象を与えることが多く、哀歌という題名を与えられているが、作曲当初から反戦メッセージとして構想されたわけでは全くない。演奏時間のみの題名が表すようにはじめは、やや抽象的な想像の中のみに曲が存在していたが、実際の演奏を聞くと、 作品の情緒的な迫力に感銘を受けた。伝送される事柄を探し求め、最終的には曲を広島の原爆犠牲者に捧げることにした。とペンデレツキは後に述べている。ペンデレツキと親交のあったルドビク・エルハルトは、1961年のインターナショナルロストラム・オブ・コンポーザーズ出品にあたって、原稿の題名が付けられたとしている。ペンデレツキは、 広島市長に宛てた1964年10月12日付の手紙に、愛花が広島の犠牲が忘れ去られることは、決してなく、失われてしまうこともなくとの、私の深い信念を表すものとなることを願っておりますと記しているが、これは作曲後の話である。1994年にペンデレツキは、広島公共楽団を自ら指揮して、広島初演を果たした。 曲中52の弦楽器を用いて音響作曲法の最も典型的なパターンを用いて作曲している。評論家のポール・グリフィスは聴き手が弦楽オーケストラとしては恐ろしすぎる曲の成り行きに触れることを選び不安を感じると評している。オーケストラの編成は24のバイオリン、10のビオラ、10のチェロ、8のコントラバスからなる。曲はトーンクラスターをはじめとした。 様々な技法により構成されており、それらは太い黒線に満ちた視覚的表現とよく合致している。また、音の長さは最後を除いては音歌を書いていないので、かなりの不確定要素があるものの、秒数は指示されているので大きくそれることはない。八村義父はカノンなど伝統的な作曲手法が用いられていることを指摘し、この作曲家は騒音的ないかにも、 急進的な外見にもかかわらず、古い意味での音楽の作り方を大切にするような人だという印象を受けたと述べている。映像作品では、その抜粋曲が、トゥモローワールド、壁の中に誰かがいる、ツインピークスといった作品の中で使われている。また自作自演の演奏もライブ、スタジオ等豊富に残されている。音楽作品としては、 マニックストリートプリーチャーズの1991年の作品、セバスティアンの特定の番やセバスティアンの2010年リリースの作品バードゲームズの中で使用されている。グンナー・ヨハンセンのアメリカデビューの際に彼はベートーベンのピアノ競争曲に蝶々を演奏したが、その定期演奏会の冒頭で演奏されたのがこの作品である。最も簡単に入手できるのは、 エミクラシックスのマトリックスゴクシシュトフペンデレツキであり、即日通販サイトより購入できる。この作品が注目されているのは、反戦エピソードによる転移以外に、次の重要な事象がある。それは当時セリーギ法の行き詰まりを模索していた当時に、音響作曲法がペンデレツキ、グレツキ、シャローネクなど一連のポーランドの作曲家たちによって、次々と提唱された。 セリー技法が音響作曲法や軍作法にとって変わられた大きな局面を示すものとしてよく大学あるいは高校の教材として使われる。最もよく言及されるのは1オクターブの24のピッチが全て鳴り響く曲の最後の完全トーンクラスターである。ありがとうございます。